お疲れ様でございます。無料でビットコインがもらえるサイトの紹介なんですけども、だいたいね、そうですね、1年間に2万円から3万円ぐらいもらえると思っていただければいいんじゃないかなと思います。え問題はですね、これ手出しがないってことなんですよ。どうですか皆さん。100万円を例えば銀行に預けてね、年利で2%とか3%って考えると、2万とか3万もらえるわけじゃないですか。 でも、100万円は預けないといけないですよね。でも、これ100万円っていうかね、1円も預けずに、年間2万とか3万も,もらえるサイトなんですよ。まあ、そうなると、100万円の貯金がないのに、全くお金を預けないのに、利息だけ年利2%、3%でもらえる銀行みたいなもんなんですよ。そう考えたら得じゃないですか。まあ、やることは簡単でね。 まず確認するのは、左上に無料のビットコインっていうね、フリービットコインっていうサイトの名前があります。で、反対側、右上の方に、私が獲得したビットコインの枚数がありますね。0.0002938ということなんですけども、これに、例えば1000万っていうビットコインの現在の価格をかけると、だいたい金額が出てきます。はい、これがね、だからどんどん増えていって、まあ年間で2万とか3万じゃないかなっていうふうな計算できるんですよ。 で、ごちゃごちゃといろいろ書いてますけども、この辺は無視してね、下の方に行ってください。ここにスロットがあります。で、スロットに出てくる数字に対応したナンバーを見ると、0から1万羽ね、えー、振り当てられてることがわかりますね。0から1万までがこのカウンターに出るわけなんですよ。で、大抵は0から9885の中でいただけるのがこちらってことになります。 BTC を複数回プレイするか、宝くじを購入して最低賞金を増やしてくださいってありますね。うん。宝くじを購入すると最低賞金増えるんですけども、この辺はもう無視しますね。<laughs> やらないということで。1円もお金使わずに、年間2万3万ゲットしたいんでね。で、ルーレットを回すためには、ここ、ね、カウンターが回ってるでしょ。だから私の場合は、34分経ったら、あこれ、 ルーレットを回せるようになりますんで、もうちょっと待とうかなと思いますけども、これがね、だから1時間に1回ぐらいルーレット回せるんですよ。で、私は1時間に1回ちょこちょこ回しに来ないんで、だいたい1日にね、あの、2回か3回ぐらいこれクリックしに来るんですよね。つまり、こちらのラッキーナンバーですけどもね、こちらが2回から3回回って、それで年間2万とか3万なんで、1時間に1回とか回せる方はね、私の5倍とか6倍ぐらいで、こちらのビットコイン増えていくと思いますよ。 まあこういった形で一切お金を使うことなくビットコインがもらえるということなんでね、えー、これは得じゃないかなと思います。もちろんこれをキャッシュアウトして自分の銀行口座に日本円として入れることもできますんでね。はい、えー、ちょっとおなじみの、えー、暗号通貨の状況を見ていこうかと思います。えー、と左上のコインっていうのが書いてますけども、これはコインゲッコっていうね、 このランキングサイトで扱っている、えー、暗号通貨の量です。どんどん増えて今ね、13,337名柄やってますね。で、交換所取引所は1,400箇所紹介されております。時価総額はなんと413兆円ということでね、こちらの方にも出てますけども、バカでかい市場になりました。銀を抜いて、えー、それ以上のマーケットになったってことですよね。ですんで、銀に投資するぐらいだったら暗号通貨に投資してもいいんじゃないかなって思えるぐらいです。 その中でも急成長しているのが GX チェーンですね。まあこれは先々月から GX チェーンを紹介してますけども、3月になってそのペースは極まりっていうことになります。かなり儲かる暗号通貨で、日々儲かります、これは。で、こちらの方、ビットコインが1000万円を突破して、イーサリアムが56万ということで、ちょっと成長はね、一旦、おしめになってきているところかなと思います。で、ソラナがね、また急成長してますね。 XRP は一旦落ち着いて100円から97円に落ち着いてきました。体のも同じような感じです。それで、柴犬。こちらの方も堅調ですね。はい。こんな感じで見ていきましょう。はい。えー、最後に、無料で、これもね、暗号通貨が増えていく、ビットコインが増えていく、ゼニオっていうサイトでございます。今ご覧いただいているのが私のアカウントなんですけども、下の方からね、 バイナリー報酬って書いてます。まあそうなんですよ。これ紹介報酬もあるんですよ。で、直接紹介はほとんど入ってませんけども、わずかに0.488アメリカドルが入ってますよね。で、現在、配当というやつなんですけども、これはね、えー、3ドル弱私の方にいただけておりますで。ありがたいことですね。で、一番上なんですけども、103ドルというふうに US ドルで書いてますけども、100ドルは私の手出しです。 100ドルで、えー、NFT を買うと、こちらの配当の方が入りやすくなるんですよね。ていうか入るんですよね。で、えー、これが毎日毎日配当が入ります、ね。日々こうやって配当が入ってるところがわかると思いますけども。まあこういうふうな形で、えー、私の口座にはね、100ドル預けて今103ドルちょっとになってるってところで、これも日々増えていくんですよ。だいたいペースとしては1ヶ月に1ドル増えていくって感じですよね。 1>, 1ヶ月に、だから150円ぐらい。<laughs> ですんで、年間でね、2000円弱ぐらいなんだと思いますけども。うん。まあでも、大事なのは、あの、フリービットコインと同じように、何もせずに、自分のお金手出しなく増えるってことなんですよ。そういうものを複数持っておきましょうってことです。で、今紹介してるゼニオっていうのも、これ私は100ドルの NFT を買って、配当いただけるようにしましたけども、実はね、これね、あの、全くの0円で参加することもできるんですよ。 もちろんゼロ円で参加すると、お金の増えるペースは遅くなりますけども、とりあえずゼロ円で参加して自分のポジションを築いておいてね。で、組織が大きくなってきたら、まあ100ドル入れるか1000ドル入れるかね。その辺を考えてもいいんじゃないかなと思います。ノーリスクで参加できますんでね。こちらの方、QR コードから、もしくは動画概要欄に貼ってある URL から無料で、とりあえずは参加してみてはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。